とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さん、こんにちは、コスケです。今回はですね、まあ、以前もね、動画出したんですけど、またね、まあ、それもでも1年前ぐらいの動画なんで、今回はね、また新しく、レベル上げの方法をね、教えていきたいと思います。まあ、レベル上げって言っても、まあ、このゲームで、その、まあ、レベルも大事なんだけど、やっぱスキルレベルもね、大事なんで、まあ、どっちを上げるかっていうのはね、その上がり方で相談してください。で、まず、一番大事なアイテム見てください。これ、星のペンダント。これはですね、星をモチーフとしたペンダント、夜空に浮かぶ星のように力強く輝く、ここはどうでもいい。経験値取得量が上がる。これですね。これ経験値が上がるんで、まあ、敵倒しに行くんですけど、まあ、その時につけてったらいいよと。でもね、自分はね、今ちょっと、愛の結晶が足りなくて、これマジ全然出んよね。うん。で、だからね、まあ、俺作れてないんだけど、で、まず1個目は必要なもの、これ。で、あと、ここの、一応ね、アレンジ枠に、あ、まあ、適当にね、もしもロケットシューズ、ロケットブーツ持ってない人は、アネットの首飾りとか、あとはそうだな、状態異常になりにくいタリスマンとか、あー、まあそうだね、まあここら辺賢者の証とか、そこら辺をまあ自分の好きなやつ組み込んでいただけたら、まあ強いんじゃないかなと思います。そして、もう一つ必要なもの、これは、攻撃力がまあ8000から9000の武器かな。うん。で、もちろんね、まあみんなわかると思うんだけど、グリッタでね、強化して射程を伸ばしておきましょう。で、まあ、ある程度ね、攻撃力高ければ、まあ、勝てると思います。まあ、こんな感じで自分はね、ネタ武器とか、あ、これ強いな、こっちでいこうか。これ一応ね、体験の、Y バーン、なんとかバーンの、あ、仮バーンか。の性能を持った空手剣。まあ、攻撃力1万4000で高いから使ってるんですけど、見た目スプーンで。よし。で、難易度なんですけど、これはハード以上にしてください。なんでかっていうと、このゲームは、イージーだと敵が2匹しか出なかったりして、ハードだと5匹に増えたりとか、まあね、そのキャラクター、出てくる敵の数がね、多くなるんで。で、あとですね、育てたいペットも一緒に、育てましょう。まあ、育てたいペットいない人は、まあ、育てなくてもいいんですけど、まあ、一応ね。で、行く場所はですね、レオンカルナクの、ここに行ってもらって、まあ、ルーンプラーナであげるんですけど、まずルーンプラーナの一番、6層目ですね。ラスボスの1個手前のところ。で、ここずーっと上行っていただいて、場所的にはね、ここ左、ここですね、ここを左曲がってもらうと。で、まずこの4大妖精を倒す。まあ、こいつら別に弱いんで、倒しました。で、この、横のエリアですね、が、なんかね、ゴブリン系がめちゃめちゃ出るんですよ。だからそこですね。で、ここ、皆さん、もしもね、防御力が不安な方、ここ入るとき、攻撃しながら入ってください。じゃないとね、めちゃめちゃ敵が、ほら、いるんですね。よし。で、じゃあ自分はね、この武器と、このプリズムシールド。まあ、一応防具はね、なんでもいいんですけど、まあ、適当にその今、現段階で作れる、まあ、強めのやつ。で、ここです。この左側のところ、まず入ってみますね。はい。こんなにね、敵がいます。で、ここを、真ん中まで行ってガーって倒します。倒しました。で、戻って、もしもね、片手剣でやる人の場合なんですけど、おすすめのやり方があって、切りながら戻って、左にステップで入って、攻撃するっていう。片手剣って、この奥義でね、奥義に繋ぐ前にこう、前にね、ポンって飛ぶんですよ。だからこれを利用して、こっち側で武器振って、入るときには、ぐるぐるぐると。でもほら、こんな感じでね、レベルを上げていくんですけど、まあね、自分はね、このゲームなんかレベル上げめちゃめちゃ、めんどくさいなっていうか、この単調作業がね、ちょっと苦手で、やってないんですけど、あと、一応ね、ちょっと敵の攻撃も食らってみようか。結構ね、ああ、全然弱かったわ。結構でも、始めたばっかりの人だと、やっぱりここでね、結構倒せませんみたいな。そもそも一回で倒せないんですけど、みたいな、人もいるんで、そういう人は、まずね、武器に、まあ、皆さんわかると思うんですけど、歌の小瓶ね、精錬が落とす歌の小瓶っていうアイテムで、今持ってたかなあ、持ってましたね、これ。精錬から落とすやつ。まず、全部の状態異常 10%。で、これに10倍って使うことによって 90% まで上がると。だからもう、一発切っただけで、見てくださいね。ほら、ほとんどの敵が状態異常になるんですね。で、あとは、まあ、こんなもんかな。うん。
なんでカボチャが落ちるんだろうね、敵を倒してる気に。あ、そうだわ、気絶値。あ、気絶攻撃 11%。 あ、そうか、これは元から武器に強ったやつか。だからね、皆さんもね、ぜひ強めの武器、まあ、9000超えてれば、いつも自分はね、こっちの草の剣でやってたんですけど、まあ、これでもね、別に難なく倒すことはできるんで。でもね、やっぱたまに一匹残ったりするんですけど、あとこの、これはネタ引きなんですけど、気絶攻撃を 50%、つけてある片手剣。まあ、これもね、作り方はね、前の動画にいろいろ載せてあるんで。だから、2回に1回の攻撃で敵は即死するんですね。こうやったら、もう1、2回こう切るだけで即死すると。あ、即死しませんでしたね。まあ、こんな感じでね、自分に合った武器、まあ、面白い武器でもね、結構 50% でもレベル上げにはね、使えると思うんで、あと、杖とかはね、やめた方がいいかなって感じですね。うん、全体攻撃が、まあ、できるかな。あ、無理だね。うん。全体攻撃ができる杖でいこう。あの、なんか、風巻き起こすやつとか。まあ、そんな感じでね、ここで、みんなレベル上げて、ガンガン強くなって、レベルね、最大5万なんだけど、まあ、ストーリークリアするためにはね、200とか150とかでね、いけるから、うん。150は超低いかな。200ぐらいかな。いけるんでね、皆さんもぜひ、やってみてください。ということで、ちょっと長くなりましたが、こんな感じでね、動画は終わりたいと思います。さよなら。